セレクション来た方はみんな緊張してるかなと思ったんで、今練習パート終わって、うん、今からゲームパート。そうだね。どんなとこ見ればいい？ゲームパート。でも見るとこはねあんま変わんないかも。 IT いる状況でどれだけできるかっていう実践的な要素が詰まってるから、ここも他人を動かせるか。そう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 。チームメイト、うん、どう、なんかセンターバックとか、うん、後ろめのポジションの選手いた？ポジションやっぱ全員把握できてないから、うん、結局さっき分かんなかったけど、これってもう如実にさ、ゲームでさセンターバックとかさ配置つくわけだから、うん、そこでどれだけポジションに適した能力持ってるのかって見えるから、うん、そこ楽しみか。さすがに違うな。うまい。やっぱあの人は足元うまい。そう、めちゃくちゃうまい。今いいねって言った、うん、相手が正対してないときに守備の方が。あ、なるほど。現場で来てみて思ったよりいるくない？いい選手。そうそうそう、いい選手いるのは分かったけど、合格率みたいに今までの考えてさ、こんな残ると思ってなかったから、うん、だから今シュワボの選手たちもやりながら刺激もらえてると思う。伸びてるのありがたいね、今キーパーの、うん、特にさ、武漢のさバックパスでさ戻ってきたボールさ、うん、距離出さないで蹴ると相手のプレスハマって低い位置で回収されてピンチになるみたいなシーンあるけど、そういう状況もなくなるから。いいね。いや、もうそんなうまい。いや、素晴らしい。いや、いいいい、それでいい、それでいい。両交代、両交代、左サド。お疲れ。どうだった？いきなり入ったわ。今日出るつもりなかった。出るつもりなかった。ボールの動きが速い、パスピード速いし、ほんと短い時間だったけど、いい刺激もらえた。最後入ったけど点には絡めた。見事アップ不足出てたけど、キーパーぶつけて。トール君どうだった？点が奪ったからお膳立てが来ました。いいところで使いたい。なんか結構セレクション通してよくシュワボとしてなんか引っ張ってくれてたなと思ったけど、トール君は。あ、俺っすか。いや、うん、めっちゃ楽しかったです。そのグリッドをやっぱトール君が雰囲気盛り上げてくれてたけど、うん、そうですね。なんかやっぱセレクション来た方はみんな緊張してるかなと思ったんで、案外やってあげた方がやりやすいかなと思って。なるほどなるほど。どうでした、やってみて。全然もうアップも何もしてないから、最後のシュートなんか一番止めなきゃいけないやつなのに。あ、そうっすね。ちょっと今日ね、キーパーも技術見る練習中止だったんで、そこはちょっと申し訳ないですけど。いや、びっくりしたと思います。でもなんか遜色なかったです。もうなんかロンドとか。いや、全然自分高校戻ったら下手くそ扱いされた。いや、そうなんですね。みんなで出てくるし、僕なんか下っ端です。そう言ってもらえて嬉しい。キック精度の高さとか見てて楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。まずセレクション生の方々、今日参加していただいて本当にありがとうございました。めちゃくちゃいい内容というか。
か、いいプレーしていただいて、ぜひシュワボに入団していただきたいなと思ったので、後ほど、まあ、参加特典である1万円と、あと分析レポートの後ほどメールでお送りするので、あと、まあ、その個別に、一人一人ちょっと僕と話す時間を設けさせていただいて、これから入団手続きの話とかをさせてもらえたらなと思います。めちゃくちゃ意識も高く、セレクション入っていただいたので、まあ、僕とレオさんがね、2人で見る時間が長くて、ちょっと練習時間も長くなったかと思うんですけど、前向きに取り組んでくれる姿がめちゃくちゃ良かったので、ぜひ入ってもらいたいなと思いました。ありがとうございました。僕からは本当に今の付け加えると自分の目に、まあ、狂いないっていうか、やっぱりあの子残すべきだったなとか、あの子は残しちゃダメだったなみたいなのを絶対にないように、そこの精度ぶれないようにちょっと練習とか試合も長め見させてもらって、まあ、そういった中で、あ、間違いないなって思った子を、まあ、残して、まあ、今笠原君言ったように入団こちらからお願いしたいというような、まあ、そういう子たちがゲームに出てたんで、まあ、この後の契約交渉よろしくお願いします。お疲れ様でした。いやお疲れ様でした。お疲れ様でした。まあセレクション終わってトマサさんには最後ゲーム一緒にプレーしてもらったってことで、はい、僕がサッカーやりたいって言ったらやらせてもらいましたどうでした？セレクション生やってみて、なんかもっと俺はこうしたいっていうプレーとか、なんかもっと要求してもみんなは良かったのかなと感じました。確かにセレクション生が入ってくれたらそこ課題ですね。まあ今のシワもそうなんですけど、やっぱ要求できるかどうかとか、うん、権威力高くプレーできるかっていうのが大事になるんで、その土台に技術とか戦術とかあるから、センターバックから縦つけて、いや止まれよって言ったのとか、ふわって勝手にボールに背中向けて、いやそこ止まっといてくれたらあって言って落としてもう一回つけて、俺中入っていけない、じゃあお前はそこで背中向けて何したかったって話、そういうのすり合わすまでもいかへん、はいはい、要求してくれないとってことです。もやっとして俺は終わっちゃった。負けて終わるっていうのが一番悔しくて、子供かもしらんけど、ちっちゃい試合で負けてる。でもそこを譲っとったら何も勝たれへんって思うから、せっかくやんねやったら勝ち負けこだわってちゃんとやらなあかんって俺は思うし、もちろんいい選手いたけど、せっかく一緒にやんねやから自分の意見言って、その中でなんか色出していったりとかまでいかへんから言われてることやるから終わっちゃうことはなってほしくない、はい、俺もなりたくないし、せっかくサッカーするんやったらみんなと勝ちたいしって思う。長々としちゃってすみませんでした。とんでもないです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。まあ今本当セレクション終わったってとこで、なんか2人から感想を聞きたいなって思うんですけど、レン君どうだった？レベル高い人たちが残ってくれて本当良かったっす。予想より残った感じかな。予想より全然残った。こんな入ると思ってなかった。すごいいい刺激もらいましたよ、ね、こんないい選手がいるんだっていう、まあ、逆に今選手としてやっぱ競争を激化するなっていう危機感も同時に感じて、そうだね、ここは今後も戦っていく必要あるなと思います。高野くんは結構一緒にプレーしたと思うけど、うん、なんか残った選手やっぱ共通してね言えることがすごいね気さくっていうか、本当にもう人間的にも絡みやすかったり、ちゃんとこっちの話も聞いてくれるし自分の意見も持っててみたいな、結構質問とかしてくれてて、うんね、やっぱりいい選手たち残ったから上手いし人間的にもできてる子たち一緒にプレーしたいなって、一緒にプレーしてめちゃめちゃ本当に楽しみこれから、ね、なるほど、それめっちゃ大事やね。大事なんだよ。ゴール運んでる時とかもなんか結構積極的に動いたり話しかけたりしてきてくれてる子が最終的になんか残ってる印象だから、やっぱそういうとこ大事だな。そうなんだ、うん、だからもう本当プレーだけじゃなくてそのプレー以外のところでもやっぱ見るの大事だなって思う。なるほど。あともう一回あるんでセレクションが、うん、そういうところにも注目して見ていきたいと思います。そうね、じゃあ今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。